DSG ミリオンゴッド神々の凱旋。 DSG グループ北陸最大級304台導入。やっぱ DSG。
ショックです。インタも来たので良さそうですね。なんかあ、ちょっとなんか次の変動で中に入れるよってなってたんですけど、中に入ったってことかな。水晶の光の色に注目。中に入れました。どんどん色が変わればいいってやつですかね。緑ですよ次。イルカ、あ、これはチャンスアップです。目も変わった。これ楽しいんですけど、水晶の場おー、また気になりますね。体験されてみてはいかがでしょうか。はい、見てください。こちらザザザ、はい、こんなにもたくさん出玉をゲットされているコーナー、こちらもですねリフレッシュオープンで大量に導入されております。 CR0 のコーナーとなっております。こちらも、もう常に満タン状態で大人気のコーナーですが、ぜひぜひ皆さんお待ちかねの CR0 大量に導入されておりますので、ご遊戯されてみてはいかがでしょうか。はい、こちらもリフレッシュオープンで大量に導入されております。皆様お待ちかねスロットコーナーミリオンゴッド神々の凱旋のコーナーとなっております。こちらのお客様も後ろにメダルたくさん積まれております。ぜひぜひ皆様己の力でゴッドを召喚させてみてはいかがでしょうか。ぜひ DSG アリーナのどいていさんに遊びに来てください。はい、ちょっとなかなか当たらないので、初め気になっていたこちらの台に移動してきました。前日、前々日なんかすごいいっぱい大当たり当たってるんですよ。前日31回も当たってるので気になったので、こっちの台で頑張りたいと思います。タッチ、曲がったって言って書いてあった。失敗、画面長たってきませんでした。あ、すごい、すっごい華やか。私まだお見せすることができませんが、パールフラッシュがすごい華やか。ここに来るんですけど見せたいです。はい、本日リフレッシュオープンで導入されました、県下最多設置の40台と設置されております、オーミー物語スリースペシャル。こちらのコーナー、皆様と一緒に楽しく実践させていただきました。そして本日はなんとシスラーチャンネルの新企画、こちらですね、
ザザーン。ライブツアー GG38-2-1 アリーナ。はい、トラジカル CC ガールということで、本日海物語3スペシャル楽しく実践させていただいたわけなんですが、残念ながら私は、願望のパルフラッシュは見れませんでしたが、お隣のお客様とかたくさんのお客様からパルフラッシュ、見せてもらいました。そしてね、スーパーラッキーも皆様たくさんゲットされて、とてもとても盛り上がっていましたね。大人気の海物語3スペシャル、とてもスペシャルな機種ですので、皆様ぜひ体感してみてください。トラピカルな旋風、本日残念ながら巻き起こせませんでしたが、またリベンジぜひ挑みたいと思います。次こそはトラピカルな旋風巻き起こすぞ。はい、ということでですね、こちら BSG アリーナのどいち店様、4月の17日にナンクルナイサー、ぜひぜひ遊びに来てください。4月の17日、さらにさらに盛り上げてくれるみたいですので、楽しみにしていてください。では4月の17日皆様ぜひお待ちしております。皆様 DSG アリーナののいち店さんに遊びに来てくださいね。